本日のオープニングマッチ第2試合です。赤コーナーが17歳の松井大輝、そして青コーナーが23歳の慎太郎、両選手ともにこれがプロデビュー戦ということになります。さあ石井さん、はい、デビュー戦同士の対戦ということになりますが、そうですね、はい、どういうところに注目したいですか。そう、絶対に、まあ、デビュー戦ということで、はい、どっちが勝てどっちが負けるじゃないですか、で、まあ、どっちも勝ちが欲しいんで、欲しいですよね、はい、一番最初なんで、まあ、その気持ちがぶつかり合うんじゃないですかね。ただ、まあ、上村さん、この大きな舞台でデビュー戦を迎えられるっていうのもなかなかないですよね。いや、めっちゃいいですよね、はい、羨ましいです。さあ、まずはプロの第一歩、どちらが勝利をものにするのか。第1ラウンドが始まりました。この試合はフェザー級3分3ラウンドの一戦です。ああ、ここは力強いハイキックを出していきました慎太郎。赤いグローブが松井大輝、そして青いテープが巻いてあるのが慎太郎です。松井選手のアマチュアの試合は何試合か見させていただいたんですけど、はいはい、あの慎太郎選手 の, あの試合はちょっと映像がなかったの で,、でクレイジービーってあの総合の、ね、格闘技のジムだと思うので、はい、まあ、キックボクシングどんなスタイルの選手が出てくるのかなと思ってたんですけど、はい、めちゃくちゃ正当なキックボクサーでしたね。ここはパンチを出して前に出ていく松井です。うん、おっと、ローブロー大丈夫かな。あ、ここはローブローが入りまして一旦試合が止まります。松井選手、このパンチからローキックの打ち分けがめちゃくちゃうまくって、はい、であのローキック効いてくると、まあ、結構接近でハイキックも蹴れる選手なので、すごいあのアグレッシブなキックボクシングスタイルで楽しみにしたんで、今日どんなあの試合内容になるかすごいワクワクしてます。現在画面のですね左下に出ていますこの数字なんですが、こちらはアタックカウンターというもので、ライズのオフィシャルではなくアベマ独自のカウント法で、打撃の数を集計してお伝えしています。判定とは関係ないものということで、試合の一つの見方としてお楽しみいただければと思います。まあ、あのこのアタックカウンターが導入されたんですけど、上野さん、これが入ることによってこうどちらがこう手数が多いのか、このあたりっていうのもちょっと楽しめますよね。そうですね、あの、一つの見方としてすごくあのあこっちの選手の方が、あの今でいうと松井選手の方が打撃こんなに当たってるんだなとか分かりやすいと思うので見やすいと思います。さあ、試合が再開されます。うん、ここはキックからパンチへのコンビネーション、ただここ前に出ていきます松井です。そうですね、ここお互いに冷静に攻撃を組み立っています。慎太郎選手のこの腕にこうパンチ打たせないようにするような高めのミドルキックがめちゃくちゃ綺麗でいいですね、はい、うん、ナイス。サウスポースタイルの慎太郎、そしてオーソドックスの松井大輝です。うん、ハイキックを出していきます松井です。いや、力強いハイキックを出していきます。いや、この辺りのこう攻撃のタイミングというのは石井さんどうですか。そうですね、最初松井選手がずっと圧かけてきたんで、ずっとペースを自分から掴んでいくのかなと思ったら、はい、この慎太郎選手がちょっと前に出てきてハイキックとか出してきたん で多分目に当たってるんですよね。そうですか。さっきちょっと目を気にしてたんで、ああいうハイキックはでも本当有効だと思います。インローを出していくのは松井です。キックをここは主体に攻撃を仕掛けていきます松井。ハイキックを返していくのは慎太郎。あ、膝膝を出していきます。ですが上村さん、はい、2人とも冷静ですよね。いや、本当ですよね。で、57.5 キロにしてはかなり力強い試合展開で、パワフルだな、KO 決着あるかなってちょっと思っちゃいました。こうパンチの重さ、それキックの重さっていうのも伝わってきますよね。そうですね、両者倒せるもの持ってると思うので、はい、後半どうなってくるか楽しみです。お互いにバックボーンが空手という両選手です。いや、力強い蹴りを出していく。先ほどから松井のインローも結構当たっています。後半ね、効いてくると思います。結構赤くなってますね。なってますよね。さあ、ライトラウンドの残り10秒切っている、返していった松井、ここで第1ラウンド終了です。
本日のオープニングファイト第2試合フェザー級3分3ラウンドの一戦です。赤コーナーが松井大輝、そして青コーナーが慎太郎の両選手のプロデビュー戦ということになります。さあまずは石井選手、どういうふうにご覧になりましたか？まあ、松井選手は本当ローが良くて、慎太郎選手はハイキックで、まあ、お互いそのローとハイを出していくことで前に入りづらくなるんですよ、はい、このパンチに行った時にローをもらうと嫌ですし、パンチ行こうとしたらハイキックもらって、多分後半松井選手ちょっと入れなくなったと思うんですけど、そういうのが出てきたんで、まあ、2ラウンド始まって逆に潰していったりハイキックが来るんで、僕だったらこう逆に詰めて行ったりしますね。確かにこう試合の立ち上がりとこの第1ラウンドの終わりぐらいの戦い方ってちょっと違いましたよね。はい、違いましたね。神村さんどうですか？そうですね、まあ、でも石井選手が言ってたように慎太郎選手のこのミドルともハイとも言えない、ね、独特なこの高さの距離っていうのが結構松井選手嫌がってるような気がして、目のところもねちょっと気にインターバル中も気にしてたみたいなんで、これが後半どう響いてくるのかなっていうのはちょっと気になりますね。今見せたようなハイキック、そうですね、なんか絶妙というか、まあ、ミドルにもなるし相手がスウェーするとちょうどハイキックになるような、うん、めちゃくちゃいいところに蹴ってますね。相手としてはやっぱ嫌ですか？いや、かなり入りづらいと思いますよ。そうですか、うん、しかもハイキックもろにもらって、結構気にしてるじゃないですか、はいはい、試合中にあんまりその気にするほどの打撃もらうって結構なんていうのか痛いというか、結構こう気にしてる感があるので、強烈なパンチの打ち合いになりました。これ蹴りもそうですけれども、結構いいパンチも入ってますよね。入ってますね。多分蹴り躊躇、蹴りその慎太郎選手の蹴りを気にしてるから、やっぱ入りづらくなってくると余計パンチも当たるみたいな、はい、バッティングですかね。あ、ここでまた一旦試合が止まります。バッティングで今、慎太郎のおでこの部分、この辺りがちょっと赤くなっています。まあ、ここはどんどん前に行ったところ、まあ、おでこが頭が当たってしまったということになりました。松井大輝が162センチ、そして慎太郎が170センチ、8センチの身長差があります。あっと、これも強烈なローキック。松井、軸足合わせるのめちゃくちゃいいですね。じわじわ効いてきます、はい、ただここはパンチからキックへのコンビネーションです。慎太郎、いや、この辺りのこう距離感という部分は西井さんどうですか？そうですね、まあ、松井選手は身長差もあるんで、はい、どんどん前に行ったらいいんですけど、慎太郎選手は逆に入るところ全部ハイとか合わせてるんで、はい、お互いにちょっといいところも出てるし、まあ、入りあぐねてるっていうか、お、当たった。これもちょっと仕方ないですけどね、サウスポーと大園、慎太郎がサウスポースタイル、そして松井大輝がオーソドックススタイルということで、どうしてもこう打撃が入ってしまうという場面が多くなっています。第2ラウンド残り1分を切ろうというところになってきました。これをどんどん出していったらいい、はい、あれが出てくると石田君なかなか入れない。そうですね、ハイキック出しづらいですね、蹴りが、はい、なんでどんどんパンチに、蹴りに合わせて、うん、いいコンビネーション。ここは回転の速いコンビネーションを出していきます。松井大輝、お互い離れる、ローキック、膝、この辺りの蹴り技が持ち味になっています松井大輝。ここは距離詰めて前に出ていきます。慎太郎、お互い組みつき注意。残り時間が30秒切ります。本日のオープニングファイト第2試合です。ナイスストレートいいですね。いや、この辺りの神村さん合わせ方というのもこうタイミング合ってますよね。いや、すごい上手いですよね。で、慎太郎選手前半は、ね、ミドルめちゃくちゃ良かったんですけど、やっぱ軸足蹴られるのを今度警戒して足数が減っちゃったんで、はい、まあ、その松井選手がより近づくチャンスが増えて展開がちょっとまた変わってきましたね。ここで第2ラウンド終了です。本日のオープニングファイト第2試合です。フェザー級3分3ラウンドの一戦、
お互いにデビュー戦という両選手です。赤コーナーが松井大輝、そして青コーナーが慎太郎。赤コーナーの松井大輝はアマチュアでは21戦して無敗、そのままプロデビューということになりました。いや、ただ先ほども加山さんもおっしゃってましたけれども、はい、打撃のこの重さみたいなものが伝わってきますよね。いや、本当に力強くって、でもなんかお互いいいパンチだったりとかいい距離もらってるんですけど、なんかこう打たれ強いのかな、全然倒れなくて、もう KO とかダウンが出てもいいようなパンチ打撃もらってるんですけど、結構いいの入ってますよね、うん、そうなんですよね、2人ともすごい打たれ強い。そのあたりというのはもう最後やっぱりデビュー戦勝ちたいという気持ちなんですかね。いや、もうその気持ち一択だと思います、はい。さあ、最終ラウンド第3ラウンドが始まりました。オーソドックススタイル、ナイスハイ、赤コーナーの松井のハイキック、下と上打ち当てると入りそうですね。しっかりとその途中にパンチを混ぜていきますが、今度は慎太郎。いや、あの距離でフックの距離でハイ蹴れるのめちゃくちゃいいですよね。ナイスルート。ここは距離が詰まってパンチの打ち合いになります。蹴りを混ぜていくのは慎太郎です。ただ石さんお互い下がんないですよね。そうですね、もらいながら前に出ていく。これ詰め左、ここは距離が詰まって一旦ブレイク。さあ、残り時間が2分を切ります。ここ相手の攻撃をかわしてローを出していきました松井、うん、そして前に出ていく松井選手の このコンビネーションの、はい、攻め切る感じがいいですね。ここはどんどんと前に行ってしっかりとコンビネーションで組み立てていきます松井です。松井選手、あとボディを混ぜたらどんどんいろんなとこ入るんじゃないかな。ボディをまだあんまり打ってないんで、まあ、ローとそういうパンチ、そうですね、あとハイキックを出す、あとボディをちょっと狙ったら、ちっちゃい人ってやっぱ下から攻めれるんで、ボディとか結構有効なんですよ。まあ、最後流れにはローを出していきました。あと前に出ていく松井が出ていきます。上下の打ち上げ、イジさんボディから顔面打っていきましたね。いろんなところに散りばめて打つと有効だと思います、はい。さあ、ここは前に出ていきました慎太郎。残り時間が1分を切ろうというところになってきました。慎太郎選手は何かちょっと訴えたかったみたいですけど、そうですね、一瞬動きが止まりましたよね。まあ、ちょっとレフリーが、ね、ストップしてない以上は止まっちゃダメですね。さあ、コーナーを背負っています慎太郎。ここは前に出てきましたが、重たいローを出していきます松井。富膝は慎太郎です。さあ、残り時間は40秒。前に出ていく、攻めきれるか。慎太郎は鼻血を出しています。残り時間が30秒切ります。ハイキックを出していくのは慎太郎、ただ後ろに下がらない松井。いや、重たいキックを出していく。まあ、ガードはしていますから慎太郎。いや、残り10秒を切ります。慎太郎選手はミドル、今のミドルの方がいいかなって感じますね。そうですか、うん、松井選手どんどん前に来てるんで、今だったらもう何のこのフェイントもいらずにミドル当たるかなという感じはしますけど、ナイスファイト。ここで第3ラウンド終了のゴングです。いや、ちょっと身長差が多分12センチあって、松井選手がこうパンチで入るときに何回か鼻に多分バッティングですかね、当たっちゃったのかなという感じはするんですけど、まあ、故意ではなく入ってしまったっていう感じですよね。そうですね、まあ格闘技なんでね、多少はちょっとあるので、そこはちょっと厳しいですけど、しょうがないかなって感じはしましたね。このあたりはまあ経験を積んでいくという部分も大きいかもしれませんね。そうですね。慎太郎選手のミドルキックがめちゃくちゃ良かったです。ジャッジペーパーが集計されました。ジャッジ大沢30対29、赤松井。ジャッジ佐藤正幸29対29、ドロー。ジャッジアキア30対28、赤松井。
以上2対0の判定をもちまして勝者ということで、本日のオープニングマッチ第2試合、松井対木対慎太郎の一戦は判定2対0で赤コーナーの松井対木が勝利したという試合になりました。三者三様割れましたね。あの2ポイント差つけたりとか、ね、1ポイント差あったりとか、まあ見方によるとは思うんですけど、はい、ジャッジ1人は貝村さん2ポイント差ということになりました。そうですね、まあ、後半のアグレッシブとか、まあ、あの打撃の数もちょっと多かったのかなという印象はあるんですけど、はい、まあ、前半の蹴りを私だったら取るので、まあ、あの1ポイント差ぐらいが妥当かなと思います。なるほど、はい。